それ褒めてるですよね。いや褒めるっていうか普通よ褒めるも何も普通の会話の中の一つ。褒めてもないしけなしてもないし、なんかいいならんなっていうか。でね、動画をチェックした後こんなことを言われるっていうのは気づいてね。決まる男になったらもうダメ、終わりやなと。しょうもない人生しか待てない気がする。恋は落ちた。恋が落ちた。釣れそう。ちょっと TM さんに食えそう。食えそうかは食える。食えそうかでいいよ。パンがいい。もう食えるか食えんかで判断よね。食えそう。いや、しんぼ満載の。まあ、浮島周辺水辺公園で釣った鯉は、あそこは水が相当きれいやけど食えるのは食える、うん、ただ鯉はやっぱりね、相当な清流であれしてない限り絶対そこの泥を続ける。泥臭いんよ。この主人公の本当はヤマメを焼くためにかな。一回もヤマメ焼いてないっていうことでね。ヨちゃん、今年キャンプ、俺と行った以外行った？いや、行ってないですね。行ってない。なんか結局ね、道具ばっかり揃えて、あんまり行ってないよね。俺もやけど。去年、一昨年はね、ちょこちょこ行ってたんですけど、うん、去年のな、あの大島のやつもな、暑すぎたよ。あれ、よかったですね。あのボートでね、下部屋になって、あれボートも惜しいよね。季節的にそんなクソ暑い時期はなかったから。ボートは一緒だった。やねん。それ超面白いじゃないですか。ボートで一緒。撮ってないんですか。撮ってない。2時間ぐらい2人で椅子に座ってぐったりしてとかね。帰ってきて。救急車呼ばれるまでやないですか。だってこれに座って寝たもん。そうそう、本当にきつくて。ほんで日が暮れるちょっと前ぐらいに、やばいやばい、やっとこれするだ。頭ガンガンしてるよ。それはもう自作自演の4番と救急車。いや、島やし。ドクターヘリよね。りょうちゃんがね、ドクターヘリ受けたね、それ。すごい大物かけたんやけどね。取り逃したよ。ちょっとこうドライブをもうちょっと出すぎる。いいね。それがね、船長の言うこと聞かんけね。俺がね、砂床フラットやけゆっくりでいいよって言ったのに、あまりにも出るもんで、うん、それは船長の言うこと絶対、船長の言うこと絶対。あ、もうなんか僕の横で、あのアジングロットで A かけてから LINE 全部出されたんですよ。あったね。なんこれ止まったみたいな、いいみたいな。ずっと言ってるんですよ。ジーっていうのが3分ぐらい続いて、その後にパチンっていうのが2回ありました。あれ2回とも A したんかね。 A ですね。でその後なんか A が跳ねる、はあ、あれ綺麗だね。キターンキターンってすげえ綺麗な跳ね方となるね。羽ばたくっけね、うん、ナルトフィあれ綺麗だな。藍の島に一緒に行って、藍の島ですよ、行きがけに往復の券買うじゃないですか。帰り漁船で帰ってくるんですよ。なんでですか。阿波さんの知り合いの方がいて、往復で券買ったのに帰り漁船乗って帰るんです。漁船の先端にこなしてる。まさにここだって登ったら俺、今 YouTuber 選手見るよ。一応あれ見てんだよ。いいですか。それを追っかけて、まさにやべえからまで、どっかダーツ撮影できるの。今ラビさんの水を置いてないけど、やりだしたらダメなんですよ。1日12時間とか練習してるんですよ。すごい行かれそうね。基本上にそんなやつ、まあ、頭おかしかったっすよ。 LINE に立ってこうやったら、あ、これ3本入るなって分かる。すげえ。これ3本入るなって。それあるんよね。あるあれ、あれはね、ちょっとやってたけどあるよね、気持ちある、エースパー的な。なんか調子がいい時わかるよね。腕振って、ここの感覚で、
あ、こっち入るわすごいっすね。あれ不思議な能力つくよね。で、一番マックスになったら、あの待ってる時に周りの音が聞こえなくなる。僕2回ぐらいあったっす。怒り当面あんなもんに集中するんやけねえ、イカれた世界よね、あれね。イカれた世界ですよ。ちょっと叫びしちゃいけない。直火はダメでしょうけど、直火はダメや。直火はいいんじゃないですか。マナー的にキャンパーとしてそれは許される。向こうの河原は直火の跡ありましたけどね、うん、めちゃめちゃありますよ、そこら辺。うん、バカな人も核融資受け入れでさえ、パリピの隣っていうか対岸であんなうるさいとこでよくするなと思ったらカップルがさ、なんかバーベキューの場所で、いや、あれは帰ったあのカップルが先に来てたんですよ。あ、そうなんだ。だから地獄だったと思いますよ、本当。こんにちは。後で来られたら黙らんねえよ。だからかわいそうだなと思いました。場所変えるのもちょっと感じ悪いですよね。うるさいの来たから帰るみたいな感じで。言われだしたよね、キャンプ場で音楽かけるなんて。あ、そうなんですか。聴きたくない人たちも。まあ、寝てる時間とかもあるからね。キャンプ場ではかける音楽を考える。AI やったらよしみたいな。星を見ながら AI 聞く。それどこに嫌な要素があるかと。全然嫌じゃないやろっていう。うるさくないよね、もちろんっていうなんでかって、えんややけねって言えるね。音符こそねえだろ。えんやつすげえね。大好きなバンドを対バンできるゲストやつだもん、一回広島のむちゃくちゃ可愛いもん。それこそまさに好みの、俺まさにの好み大体分かってるんで、まさに好みの女の広島のバンドでね。ちょっと残念なのが好き。ちょっと恋愛こじらしてそうな、ちょっとロリーチックな感じが好きだね。まさにぴったりのが多いよ、一人。いやー、いい日やった、今日は。エンディングの撮り方がわからんね、ちょっと。どんないい女と二人っきりよりも、これは楽しい。これはこれでいい感じですね。でもこんな感じでファッションがすごいな。そう、なんなんやろね、この感じね。不思議なまったり感があるよね。非日常な。寒い。寒いですね。そして今回現在行って、それからじわっと片付けで始めるか。どれもちょうどなんかこんな寒い中半袖で歩きよってすごい行かれたやつそうです、そうなのかもしれないですね。日遊びはいくつになっても飽きん大人が好きだ。ここだと違うですね。そこあったかいでしょそこめちゃめちゃあったかい。ずるやんここ多分火から一番距離がある、一番寒い。そうなんです、風も側面から当たるんで。でもこの木が燃える匂いもいいですね。そうなんですよ。この宗さんの男性更年期障害って必ずしもみんななるわけではないですか。女性の更年期障害と同じですね。個人差があるんで、症状が出る人と出ない人が。あの話を聞くとなりたくないなと。まあ基本的には性欲の低下、うつ、ホットフラッシュ、やっぱあの倦怠感。まさに女の人は性交痛って。へえ。まあ表現は
濡れなくなる。ああ、なるほどね。だからやってる時に痛い。性欲自体はある。性欲も減るのは症状の中にありますね。要は多分女性ホルモンとか男性ホルモンが減るんで、そういうのを求めにくくなるんですよね。なるほど。なりたくないな。その人って言ってたっけ、その間に背の高い人が前真ん中にいた方がかっこいいかね。いや逆にさ、外の方がいいんじゃないですか。そんなにこだわらない方がいいんですか。こだわるとダサくなるよ。そう、うん、まさにその位置から動かんで、だから俺がアーボーの横に行く、ハゲが隠れるようになった。いやいやいや、出しとくは渋いんですって。どうかね、どこでしょう。どういうポーズ。適当にいろいろポーズ。いい感じのダサさそれ。そのダサに行こうか。ギニュー特選隊みたいな。そうそうそう。僕はこういう時カメラ目線にあさっての方向を見とく。ああ、なんかね、ちょっとカッコつける感じね。超ダセーやんそれ。もう多分どっかあるっすよ、ね、いいのが。ダサさの基本的に笑った画像になったね。そういうことでね、そろそろ片付けたいと思います。いや、ほんとそうよ。いや、声がかっこいい。どんどんキャンプをやっていきたいんやけどね、なかなか地理にこだわってね、この地理変わったんよ。地理に行きましたーって、こんなに付き合ってくれた地理にはとうとう行きました。車でキャンプに行くときにはどうしていいの。こんなに来るから俺ね、クラブ持ってきないもうここで使ってもいいぐらいでも僕もあっていいですか。ノンアルコールに、ああ、うん、いや、こっちがいい。こっちがいい。いい経験、いい経験しました。ほんとアナグマはサビ、ちょっとこれでも寒い。これを言ったら俺の車でやらない。あー、これ 100% 寒いです。でも、そんなに今寒くない。動いて動いたらちょっと、これも更年期障害のせいな。治るやろか、これ。え？ホルモン薬を飲んだら治るんかね。軽くはなりますけど、治りません。治らんのかい。はい。